家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は獣害対策についてやっていきたいと思います。非常に今年の悔しい思いなんですが、収穫間近のトウモロコシをハクビシンかアライグマに全滅させられました。2回目のトウモロコシの種まきをしたものが間もなく収穫となります。今回は被害に遭わないように厳重に対策をしていきたいと思います。では行ってみましょう。3月にトウモロコシを植えて6月の初めに収穫を迎える予定だったんですけども、6月に、もう1週間で収穫できるなと思って楽しみしてたんですが、次の日に畑に来てみたら散々に荒らされて、一瞬目の前が真っ暗になりました。非常に悔しい思いをして、次植える時には完璧にやってやろうと思って、今日は20の対策で害獣対策をやってみたいと思います。この害獣のハクビシンまたはアライグマ等が潜んでいそうな河原をちょっと覗いてみます。いやー、これはすごい草ですね。こんなにツタがいっぱいありますと潜んでる場所を見つけるのが非常に難しいですね。ここに幅が 1.5 メートルぐらいの狭い下水道が流れております。ハクビシンとかアライグマはだいたいこのような暗がりの中に中間は潜んでいると思いますので、ちょっと覗いてみます。おい、ハクビシン、今度は負けないぞ。厳重にやってるからな、来るなら来てみろ。今叫び声で忠告したので畑には来ないと思いますので大丈夫だと思います。捕まえて捕殺するようなことはしませんけども、なるだけなら畑に近づいてきていただきたくないものですね。こちらをご覧ください。ここは道路の橋桁の下です。こういう暗がりにハクビシンとかアライグマは潜んでおります。こういうふうにして下の方をこう見て回ると意外といるかもしれません。残念ながらおりませんけども、彼らどこに潜んでるんでしょうね。多分下水道が確率は高いと思います。それでは農園に戻りましょう。それでは調査を終えて今畑に戻ってきました。トウモロコシが間もなく収穫時期を迎えております。前回獣害被害に遭った時と同じで、あと1週間ほどで収穫時期を迎えております。ちょっと見ていただきましょう。こちらのトウモロコシもあと1週間というところです。ちょっと今の時期では普通なんですけども、泡の芽が発生しております。これはまあしょうがないんですけども、獣害にやられてしまうと全滅しますので、今回は獣害対策の方を優先していきたいと思います。対策の一つ目として周りをネットで囲んでいきたいと思います。ではやっていきます。このように高さもそれなりの高さを保持して防虫ネットで周りを囲んで張っていきたいと思います。このようなパッカーを使いますと、ちょうどこの2メートル10の支柱にぴったしとサイズが合いますので、このようなパッカーで固定してみてください。周りをしっかり止めていきます。アライグマやハクビシンは飛び越えたり登ったりしますので、このように160センチほどの高さにセットしております。上下2箇所を設置しましょう。ハクビシンというのは鋭い爪を持った動物なので、防虫ネットをガサッと破ける可能性がありますので、念には念を入れて20に完璧にやりたいと思います。今回は登ってくるんじゃないかという心配もありますけども、あまりピンと張らずにたるんだ状態で
セッティングすることが登られないポイントだと思いますので、あまりピンと張らないようにしてみてください。皆さんもご存知かもしれませんが、アライグマやハクビシンを捕まえることは条例で禁止されておりますので、もしこのような網の中に入ったり突っかかったりして逃げられなくなっていたら自治体に相談してください。勝手に捕殺してしまいますと何か条例に引っかかってしまう場合もありますので注意してみてください。これで完璧に出来上がりました。最後に、裾の方の隙間を U ピントを利用してしっかりと隙間がないように止めていきます。アライグマやハクビシンは非常に、鋭い爪を持っておりますので、決して触らないようにしてみてください。病原菌などを持っている可能性もありますので、注意してください。これで設置が終わりました。来週収穫したいと思いますので、またご報告できればなと思います。受粉用に育てているトウモロコシもありますので、そちらを今回はちょっと取ってみましょう。こちらのトウモロコシは受粉用として栽培したもので、何にも手入れとかそういうものをしておりません。ちょっと取ってみましょう。これでも立派なトウモロコシなんですが、このような葉かげの状態で実がなっております。こちら側は、きれいになってるんですけども、半分からこちら側は受粉されておりません。アワノメイガの被害は受けておりません。人工受粉は全くやってないんですけども、半分ぐらいは粒が揃っております。それでも食べれますので、ぜひ食べてみてください。今日は獣害対策について徹底的にやってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。まだ暑い日が続きますので頑張ってください。